物理哲学講座開講にあたって2018年1月5日金曜日21時から物理哲学講座を開講します。この一文は開講の辞を述べる文章であり、物理哲学という研究領域、概念が宇宙研究にどのような位置を占めるのか、さらにこの研究が現代に生きる人々にどのように役立つのかということについてお話ししようと思っています。宇宙物理学、宇宙論、相対論、量子論、素粒子論という分野の研究が人類の英知を結集してなされています。しかしそれら先端科学でも解き明かせない課題があることが研究の進歩に伴い見えてきたのです。それは宇宙を支配している根本の原理、根本の法則はあるのかという疑問なのです。これは宇宙物理学者の究極の夢なのです。あのアインシュタインがプリンストン高等研究所で後半生をかけて追い求め果たせなかったのがこのテーマだったのです。理論的にその存在が予測されてはいたが、まだ確認されていなかったヒッグス粒子、これは粒子に質量を与えると考えられている粒子なのです。この粒子の存在が実験的に確認されるならば、我々の物理学が宇宙の真の姿を解き明かす大きな進歩なのです。この実験の結果、このイベントの情報には世界中の科学者が息を呑んで見つめていました。もちろん日本の科学者も見つめていました。このヒッグス粒子がセルンの LHC Large Hadron Collider による実験により発見されたのです。この実験には日本から多くの研究者、科学者、技術者が参加し、多大の貢献をしました。このヒッグス粒子の発見により、理論的に存在が予測され、まだ観測上あるいは実験の場で未発見な素粒子は、重力を伝える重力子グラビトンだけになったのですと胸を張って言いたいのですが、宇宙を支配している力で存在することは間接的には確認されているのですが、正体がまだ分かっていない力があります。それは銀河系をまとめておく力、重力ではないもう一つの引力として働いている力、ダークマターであります。逆に宇宙を押し広げる力、宇宙積力であるダークエネルギーが正体不明な存在としてあるのです。我々人類がこれまでかかって理解しているのは、宇宙の全存在の約 4.9% の我々の世界を形作っている物質と、それらの支配している力、法則だけなのです。
後の 23% を占めるダークマター、約 70% を占めるダークエネルギーについては、まだ正確には分かっていないのです。私は宇宙を支配している力は、重力、電磁気力、核力である強い力、弱い力に宇宙引力としてのダークマター、宇宙積力としてのダークエネルギーを加えた6つの力と考えた方が妥当なのではないかと考えています。さて、もっと根源的な問題に目を向けてみましょう。宇宙創生の時、真空のエネルギーから宇宙が発現し、時間、空間、力、物質が生まれ、成長拡大しながら今に至っていると考えられているのですが、その出発点の真空に、どのような仕組みで真空にエネルギーが存在するのか。真空のエネルギーは無限に存在するのか、あるいは有限だと考えるべきなのか。真空からどのような仕組み、法則に従い宇宙が発現したのかという疑問なのです。真空のエネルギーが有限だと考えるならば、現在人類が生存している宇宙が唯一の存在だと考えるべきだろうか。真空のエネルギーが無限にあると考えるならば、我々の宇宙以外にも他の宇宙が誕生し存在すると考えることができると思います。この考え方はマルチバースと呼ばれています。我々が存在する宇宙は真空の宇宙のある瞬間に発現し、その現象がビッグバンだと説明されているのですが、ではビッグバン以前あるいは以後に真空のエネルギーから他の宇宙が発現することは考えられないだろうかという疑問が当然湧いてきます。時間も宇宙創生論によればビッグバンの瞬間に時間が空間とともに誕生し、時を刻み現代に至っていると説明されています。ビッグバンに始まった時間、仮に時間ゼロの瞬間はこれだとすると、時間ゼロの瞬間の以前はどうなっているかという疑問が湧いてきますよね。数直線ではゼロの右側にプラスの数字、ゼロの左側にはマイナスの数字が刻まれています。時間、時刻も同じことなのです。ここで我々は視点を変えて考えてみることにします。我々人類が生存している宇宙内での時間、すなわちビッグバンの瞬間をゼロとする時間軸とは別に、ビッグバンを生み出した真空の宇宙を流れている時間軸があるとは考えられないだろうか。私にはそのように考えられるのです。仮に
真空の宇宙を流れている時間軸があるとするならば、その時間軸には人類の宇宙誕生の瞬間、人類はビッグバンと名付けたと刻まれているかもしれないのです。真空の宇宙時間軸の他の一点にはアンドロイダ銀河、宇宙誕生の瞬間、これにより彼らの時間、空間、力、物質の世界が始まると刻まれているかもしれませんね。このように考えるとても楽しいでしょう。宇宙物理学はとても夢があるんですよ。受光性諸君も極大な世界を扱う宇宙物理学、相対論、宇宙論、その対極にある極微の世界を扱う量子論、素粒子論という名前は聞いたことがあるでしょう。哲学という学問分野があることも知っていますよね。何か難しそうで自分には関係ないと思っているでしょう。さらに宗教、信仰という精神領域、霊的領域での知的活動分野があることも知っているでしょう。自分には関係ないと思っている若い方が多いと思いますが、私が研究している分野は物理学、哲学、宗教、信仰が融合した世界なのです。ビッグバン以来、宇宙は膨張を続けてきました。最近の研究によりさらに加速膨張をしていることが分かってきたのです。それまでは今までの膨張速度を維持し拡大を続けていくか、あるいは重力、ダークマターの宇宙引力により収縮し一点に縮まっていくかと考えられていたのですが、このままでは宇宙の将来はバラバラになってしまうのか、その時人類はどうなるのか、そのために今何をなすべきなのだろうか、このように考えが進んでくると物理学だけでは解き明かせない壁にぶつかってしまいます。科学知識では納得できない心情に陥ってしまうからです。精神生活、霊的領域、心の安定という分野は宗教者の分野です。哲学という学問領域は愛知を意味する学問領域である、とラテン語でフィロソフィア、英語でフィロソフィーはそれを意味しています。哲学は学問の基礎にある学問なのです。ヨーロッパ文明の根底にはギリシャ、ローマから受け継いだ哲学、地を愛する心の姿勢が根本にあると思います。精神活動のうち自然現象に対する知的活動が自然哲学者、自然科学者の分野なのです。思索が壁にぶつかった時、私が調べたのが古代インドのバラモン僧たちの思索、
哲学だったのです。無限大、無限小、極大、極小、無、ゼロの概念は古代インドのバラモン僧たちの思索から生み出された無限の概念なのです。それまで人類は有限の概念を取り扱う数学、哲学を進歩させてきたのです。古代インドのバラモン僧たちの思索から生み出された無限の概念が微積分学の根底を成しているのです。これなしには物理学は科学とは言えないくらい重要な研究手段であり、正確に記述する唯一な方法だと言えるのです。物理哲学という領域は物理学、数学、哲学、宗教学にまたがる研究領域なのです。どれだけの受講生がどのように理解し、どのように興味を示すのか全く分かりません。しかも YouTube という動画サイトを利用して通信教育を行うという試みは不可能に近い挑戦なのかもしれません。私が物理哲学講座の開講の字の後の講義として考えているのが、宇宙論に対する仏教思想からの回答なのです。次回の講義を楽しみに待っててください。